ポントス・セゲルストレムは、スウェーデンのサッカー選手。ポジションは DF。イフ・ブロマポイカルナで首相を務めていたが、そのシーズン中に、脳腫瘍で死去した。イフ・ブロマポイカルナで、選手となった。その後、オーデンセビー系に短期間在籍し、ランズ・クルーナブワに移籍して、スウェーデン復帰。その後、スターベック・イフへ移籍した。スターベック対談後、フルスのブロマポイカルナに復帰。 2010年はアルスベンス艦に所属していたが2011年2012年はスーペルエッタンで過ごすこととなったが2013年から再びアルスベンス艦に返り咲いた生涯最後の試合となったのは2014年7月31日に行われた UEFA ヨーロッパリーグのトリノ FC 戦であった2014年8月3日に頭痛と吐き気を訴え 病院で検査をしたところ、同月11日に脳腫瘍と診断され、即座に治療が開始された。しかしながら、10月13日に脳腫瘍が原因で絶命。ブロマポイカルナの会長であるオラダンハードも2ヶ月前は何事もなく元気だったのに。これは悲劇だ。彼は皆のお見舞いを楽しんでいたよ。と述べた。結婚しており、マニニシがいる。 ありがとうございます。